皆さんこんにちは。今回は夏を先取りし、夏の思い出を刺繍にしたいと思います。今回も布絵の具で布に色をつけました。ピンクとオレンジで夕日をイメージしました。絵の具はほんの少量出します。霧吹きで布に水をかけます。絵の具に水をよく含ませましょう。いつもは乾いた布に色をつけるのですが、今回はあえて布が濡れた状態で色をつけています。布が濡れた状態だと絵の具がふわーっと広がって色の境目がなくなり綺麗です。次はピンクです。同じく水をよく含ませてください。全体にバランスよく色がついたら完了です。最後はドライヤーで乾かしてください。いい感じで色がなじんだので刺繍に取り掛かります。ヤシの幹はロング&ショートステッチを使いますが、その前に周りを一本取りのスプリットステッチで囲みます。スプリットステッチは刺した糸の間を裂いて進み、ラインを表現するステッチです。スプリットステッチで囲んでおくと、ロング&ショートステッチの際のところがはみ出しにくくなります。では少しアップにしてみましょう。前の糸を割って出てきているのが見えましたか？右側も同じくスプリットステッチで刺し進めます。右側は少し明るい茶色の糸を使っています。幹の中は2色の糸でロング&ショートステッチにしました。2本取りです。ロング&ショートステッチはステッチの長さを変えながら刺し進め、面を埋めていきます。今回は1段目は太陽の光が当たる部分、2段目は影の部分になるように糸の色を変えました。光が当たる部分は明るめの茶色の糸を使っています。きっちりと糸の長さを揃えなくても、幹の4分の3以上の長さに収まれば大丈夫です。こんな感じで左側を少し残します。幹の右側終了です。次は左側の影の部分です。影の部分は濃い茶色で影の雰囲気を出します。明るい茶色に重ねるように刺してください。重ねるように刺していけば、たった2色でも陰影が表現できます。次は葉の部分です。葉っぱは2本取りでストレートステッチを重ねながら作りました。ストレートステッチは最もシンプルなステッチで、布から針を出し、まっすぐに布に差し入れます。ストレートステッチ部分の下絵はありませんが、ふさふさとなるようにバランスを見ながら刺していきます。早送りにします。どんな感じで刺すのか参考にしてみてください。ちょっとスキップして1枚目の葉っぱ部分終了です。葉っぱの中央の茎の部分は2本取りのバックステッチです。バックステッチは針をバックさせて戻しながら刺し進めていくステッチです。上下の葉っぱの中心部を刺し進めてください。葉っぱには3色の糸を使いました。葉の上の部分と下の部分、真ん中の茎の部分で分けています。色を少し変えるだけで立体感やリアル感が増しますね。最後の1枚を仕上げたらヤシの木の葉っぱ完成です。次は実です。実も幹と同じように最初は1本取りのスプリットステッチで周りを囲みます。細かいのでここもアップにします。中は2本取りのサテンステッチです。サテンステッチは図案のラインからもう片方のラインに糸を渡して面を埋めていきます。ちょっとした差ですが、3つの実は一番奥にあるものから刺した方が遠近の効果が出やすいです。この実のように隣接しているもので遠近の効果を出したいときは図案の奥にあるものから刺してみてください。またサテンステッチは図案の端から刺すより真ん中あたりから刺した方がバランスが取りやすいです。これでヤシの木完成です。次は砂浜です。砂浜は2本取りのアウトラインステッチです。アウトラインステッチは糸が進んだ分の半分を戻しながら刺し進めていくステッチです。少しアップにしてみましょう。進んだ分に対して半分くらい戻します。イメージはつかめましたか？こんな感じで半分戻りながら刺し進めます。これで砂浜も完成しました。最後は太陽です。太陽も幹や実と同じように最初は1本取りのスプリットステッチで囲みます。糸の色は結構派手なオレンジ色を使って真夏の夕日をイメージしました。太陽の中は2本取りのロング&ショートステッチです。ロング&ショートステッチはステッチの長さを変えながら刺し進め面を埋めていきます。ロング&ショートステッチは図案の端から端に1回で糸を渡せないくらいの大きさの場合に面を埋める技法です。ヤシの実のように面が小さい場合はサテンステッチを使います。両方とも面を埋める代表的な技法ですが、図案の大きさなどによって使い分けることをおすすめします。2段目以降は前の段の糸に重ねて刺していきます。太陽の下の部分は少し色を変えて全部で3色の糸を使いました。太陽の光が海に映っているようなイメージです。最後に3色目のピンク色の糸を使います。これで刺繍部分の完成です。さて刺繍が完成したのでまずは刺繍枠を外します。刺繍枠が外せたら小さいフープに貼り直してください。このままでは周りの生地が余ってしまうので余分な部分をハサミで切ってください。余分な部分を切ったら裏に返してポリエステルの糸で周りを並縫いします。刺繍糸はコットンなので切れてしまうことがあり、ここではミシン糸を使うことをおすすめします。並縫いを1周したらぎゅっと引っ張って最後に何箇所か刺したらおしまいです。皆さんお疲れ様でした。夏の思い出、ヤシの木と砂浜と太陽の完成です。こんな場所、行ったことないですけどね。